皆さんこんにちは、恵美子芝村のワクワクチャンネルです。イエーイ。はい、恵美ちゃんはますます上機嫌です。すごいですね、今日黄色くて、はい、今日黄色くてね、エネルギーがそうそう、もうね、前回もお話ししたようにね、はいはい、もうあれからですね、はい、今年に入って、はい、使命に燃えまくってですね。なるほど。最高ですね。すごいですね。前回のあの動画の、はい、あのくじ切り、はい、めちゃめちゃ人気でしたね。そうそう、めっちゃあの後から好評で連絡いただきました、はい、どうやってやるのとかね、はいはい、いろいろ、まあ、や知ってる人はやれてるんですけど、はいはい、知らない人ね、うん、いてこういう風にやるんだよなんて言って教えてあげたのね。だって自分でね、うん、エネルギー入れることができるってすごいもんね。そうですね、うん、縁起がいいですしね。そう、うん、で、まあ、今度いつかね、あれ詳しくまた教えますけど、ただ一つだけ言っとくよ、はい、あのこれちょっと再確認として言っとくね、はい、あの私たちは考えてることによってね、あの暗くなったり落ち込むことってあるじゃないですか、人だからね、うん、でそんな時がその宇宙からエネルギーが入ってくるね、ステーションがあるんだけど、うん、はい、そのステーションがね閉じる場合があるから、うん、その閉じるっていうことは、うん、あの上機嫌でいれば自然と開くんだけど、はいはい、意外にそうじゃない人ってちょっと落ち込む時とか気分がね、うん、あのいろいろアップダウンすることあるじゃないですか。なるほど。そういう時閉じちゃうと良くないから、うん、あれ入れるといいよってことだったりするんで、もともとは自分の考え方を上機嫌で生きてる人ってのはいいんだよ、それ、うんうん、ただあれは結界を張って自分の身を守ってくれるからいいんだよね、はいはい、18人の神様に守られるってすごいじゃないですか。すごいですね。あ、18人というか18神のね、うん、神に守られる、うん、なので、すごくね、どん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 前向きにやっていけるってことだよね。確かに。はい、うん、忍者さんなんかさ、はい、あのお城にさ、スパイとしてですよ、入っていく時なんか、うん、もう全てに守られたいから、うん、くじを切って忍者でこうやってやるじゃん、うん、ね、あの忍者さんですら昔から、うん、身を守っていただくということは皆さんで、ね、大切なんですよね。そうですね、はい、ということですね、はいはい、で今日のお話はどんなお話ですか、うん、はい、あ、そうなんですよ、まあ、上機嫌ということで不機嫌にならないで上機嫌にしようよ、はい、で上機嫌のハンドルを上に向けていこうねっていう話をしてました、うん、はい、その時にね、はい、一番ね必要だったことを本当に思い出しちゃったのね、はい、新年早々、はいはいはい、それはやっぱり使命に燃えるってことで、はい、もう一回ちょっとここもおさらいさせてもらいたいんですね。はい、お願いします。それはね、皆さんにとって好きなことをやることなんだよ、うん、使命とはね、自分の好きなことワクワクすることをやるんだよね。そうですね、うん、でそのワクワクすることがさっき言った宇宙のエネルギーとつながることなんで、はい、皆さんがね、そのことによっていいものを引き寄せるってことはもう分かってると思うんですけど、うん、それをやろうよってことでした。そうですね。それで、もう一つここでね、はい、ちょっと奥の院があるんです。奥の院、なんで使命なのってことなんだよね。はいはいはい、うん、だって好きなことやってるのになんでそれが使命ですかって言った時に、うん、自分のワクワクすることをやりながら、うん、例えば、仕事する時って仕事が趣味って人もいるんだよ、はい、私も最初そうかなと思ったの、はい、そしたら仕事終わった後のね、うん、あの終わった後カーッと見るとああお酒飲んだはあって達成感があって、うん、まあこれがあのなんていうのかな、息抜きになるっていうのかな、うん、そうするとさあ、また一生懸命仕事して、うん、美味しいお酒飲みたいとかさ、うん、なんかそのために何か自分を盛り上げるっていう、はいはい、エネルギーになるっていうか、はいはい、それが皆さんにとって使命なんだっていうことで、なるほど、皆さんにとってそれぞれ違うんだよ趣味は、はい、趣味とか好きなこと、うん、釣りの好きな人も、それから、旅行が好きな人も、うん、映画見に行くのもいいしね、うん、それからなんか好きなあの女優さんとか男優さんを追っかけてね、映画を見に行くとか何でもいいじゃないですか。うん、そういうことでワクワクすることが使命なんだよね、はいはい、その代わり次なんですよ、うん、その結果私たちがお酒飲んだりすると、はい、お酒屋さんが助かるじゃない、うん、でそれからお店も助かるじゃないですか、お金が流れて、うん、ね、そして今度そのお金はまたみんないろんなところで流れるじゃないですか。そうですね、まあ、これあの自分にとっての経済なんだけどね、はいはい、その経済が日本あの世界あの日本の経済になっていったり、うん、世界の経済になっていくんだけど、そうですね、結局自分の好きなこともやるとね、うん、自分にもいいんだけど、うん、結局お金が流れて回っていくってことで、はい、これそれぞれの形の中で、はい、使命っていうか使う命、うん、使命を果たしてるんだよね、はい、だからすごい大義名分みたいなこと言わなくていいんだよね、はい、ね、
自分にとって自分を喜ばせることが使命だっていうのはそういうことで、はい、ちゃんとそれをやることによってお金は流れてるよって言いたいの、はい、うんうんうん、そうすると経済も成り立ってる今ね、はい、そういう話で経済の話ね、今世間的にコロナでさ、でね、自粛でいろいろ言っててさ、うん、GoTo キャンペーンとかいろいろ言ってたんだけど、うん、お金を流そうよってことやってたよね。そうですね。まあ、でこっからねまた、ちょっとね、うん、あのコロナの人数も多くなってきちゃったんで、はい、自粛ってことになってるけどさ、はい、それはもう自分の中でねお家にいながら好きなことやって、はい、もっとそこ強調していかないと ね、 そうですね。今年1年って結構アップダウン激しいんじゃないかと思うんだ。うん、世間の環境に流されやすい人たちも出てくると思うんですよ。そうですね。家にいてこもっちゃうとさ、うん、なんかつまんないなと思ったりさ、うん、ね、外に出れないなとかってストレス溜まってきちゃうからこそ、はい、ね、エネルギーを持って自分の好きなことを考えてやってみてほしいんだ。はい。で、エミちゃん思ったらね、はい、昔からね結構そういう風にワイワイやってた時の方がね、うん、仕事よりエネルギーが出たね。うん、うん、だってファッションだって、そうだ、今日もこのねファッションやっぱりこうあの好きな服とかあのおしゃれをすることってお金かかるんだよ、はい、うん、でもこのお金かかるために仕事頑張ろうと思うし、うん、そうですね、うん、頑張った結果自分にご褒美あげようとか、はいはい、そうするとまたいいエネルギーが湧き上がってくるじゃん。そうですね。で自分の気持ちも上機嫌になってくるからね。そうですね。ここ1年私は燃えまくるぞっていうの、うん、最近ちょっと面白いのね、はい、あのテレビね、あの見てたらさ、うん、なんかあの、小池清さん、高橋小池、高橋小池さん、はいはいはい、あの方ね、はい、なんか40日間の大蔵大臣やった方なんですよ、うん、はいはいはい、でこの不況を助けた人なんですって。へー、それテレビで見たんですね、はい、そしたらさ、あのその方が芸者さん遊びをしたんだって昔、はいはい、まあ、昔の政治家の方って皆さんね結構そういう料亭行ったりとか、うん、芸者さん遊びとかされたらしいんですね、うん、まあ、男性であれば女性が好きだからそういうのわってやるのは楽しいじゃないですか、うん、まあそうですね。そしたらあの方ね結構テレビで見てた時にすごい、うん、あの人のために貢献する方だったのに、うん、なんかすごい芸者さん遊びっていうとなんかちょっと意表だなと思ったらね、うん、その方が言ったのが、うん、エミちゃんが今言ってたように、うん、芸者さん遊びで大盤振る舞いすると、うん、みんな喜んでエネルギー上がるし、うん、芸者さんも喜ぶし、うん、ね、そのお店も喜ぶし、すごい経済が流れてパワーになったんだっていう話をしてたのよ。なるほど。私さ、あのね、1日にね、うん、締めを返すぞって言ってた時にね、うん、その夜に見たんです、その。わあ、すごい。すごい面白いでしょ、うん、高橋ね、うん、さんもすごいなと思ってね、うん、だから何言いたいかっていうと、皆さん使命に燃えてください。そして自分の好きなものは何なのか、もう一回、はい、自分と向き合ってみる時期かなと思ってんだ、うん、そうですね、うん、そしたらさ、うん、仕事することも楽しくなるし、はいはい、ね、いろんな意味でなんか幸せなエネルギーがまたこのね、うん、日本に流れていったらいいなって思ってさ、うんうん、いるんですよ。そうですね。はい、ぜひね、うん、もう皆さんもね自分の好きなことをいろいろやって周りにいい影響を与えてね。そうだね、うん、で自分の好きなことわからない人っていうのもいるの、うん、でもそれはまたいつかお話します、はい、好きなことがわかんないっていう人もいるんだよ。そうですね、うん、このお話ってなんかもっと深い感じがするんですけど、はい、もうちょっと深いんですね、はい、それでなんでじゃあ自分にね、はい、あのご褒美を与えながらね、はい、使命を果たしていくのかっていうことなんですよ、はい、うん、そのお話を、次の段階でさせてもらいたいと思います。楽しみですね。はい、はい、みんな自分の使命に燃えてよ。はい、で経済回そうね。そうですね、ぜひやりましょう。じゃあ今日もありがとうございました。